こんにちは、スクです。ツイステッドワンダーランド続きをやっていきます。次はプロローグ4の困惑アムネシアかな。すげえワクワクドキドキで始めたこのゲームさいきなりなんか入学不合格だったんだよね。そんでお前どっから来たんだみたいな感じで、よくわかんねえから図書館行って調べようってことになったんだよね。よし、じゃあ見ていこう。困惑アムネシア、図書室。やはりない。ないですか。世界地図どころか有史以来どこにもあなたの出身地の名前は見当たりません。なんで？神奈川県ですよ。あなた本当にそこから来たんですか嘘をついてるんじゃないでしょう、ね、嘘じゃないですよ。こうなってくるとあなたが何らかのトラブルで別の惑星、ほう、あるいは異世界から召集された可能性が出てきましたね。ほうほうほう。宇宙人？いや、ここで宇宙人はちょっとな。異世界の方がかっこいいっしょ。あなたここへ来る時に持っていたものなどは？おお、なんもないんじゃない？身分証明になるような魔導者免許証とか靴の片方とか見るからに手ぶらですけど靴の片方って何？靴履いてないの俺。そういえば財布もスマホもない。見たまんま手ぶらです。まあ上かな。困りましたねまあどっちでも一緒かすごい、困りましたねって言ってる時の顔、目ちゃんと閉じてんだね。魔法を使えないものをこの学園に置いておくわけにはいかない。でも割と親切だなもうどこの誰かもわからんやつなのにちゃんと面倒を見てくれるね。まあ呼び出したのはお前らだけどさ、ただ単に追い出すだけってわけじゃないから。しかし保護者に連絡もつかない無一文の若者を放り出すのは教育者として非常に胸が痛みます。おうおうおう、良い心がけである。私優しいのでそういえばそれが口癖だったな。そうだ。おう、なんだ。学園内に今は使われていない建物があります。おお、昔寮として使われていた建物なので掃除すれば寝泊まりぐらいはできるはずです。そこに勝手に住めと。そこであれば、しばらく宿として貸し出して差し上げましょう。マジか。その間にあなたが元いた場所に帰れる方法を探るのです。おお、なんて優しいんでしょう私教育者の鏡ですね自分で自分を褒めるタイプだな。結構珍しいな。では善は急げです。寮へ向かいましょう。少し古いですが趣のある建物ですよ。趣のあるって、まあ物はいいようだよね。あ、To be continued。 続くか。お、広がった。オンボロ寮。よし、行くぞ。プロローグ5、合室バリアス、行ってみよう。同室バリアス。バリアスってなんだろう、かっこいいな音の響きが。ラムシャックルドームっていうの、オンボロ寮って。んこれは趣がありすぎる。どっちを選んだって一緒だわそうでしょう、そうでしょう、そうでしょう。中へどうぞ。はーい。談話室、ラムシャックルドームラウンジ。ここであればとりあえず雨風はしのげるはずです。ほうほう。私は調べ物に戻りますので適当に過ごしていてください。おじゃあせめて明かりぐらいくれよ。ろうそくとかさ、あと温かい毛布とスープと、あとまあふかふかのベッド、まああとそうだな、テレビとゲームも欲しいな。学園内はうろうろしないようにめっちゃ怒られた。ではあ、では、はい。真っ白な埃が雪景色みたい。なるほど。座るためにもまず掃除をしよう。雪景色みたい。まあとりあえず掃除だね。わあ、いきなり雨降ってきた。よかったな、ここを紹介してもらって。いえ、急にひでえ雨だぞ。え、お前もここにいんのコウモ
りが水鉄砲食らったみたいな間抜けな顔してるんだぞこっちの世界じゃハトじゃなくてコウモリなんだな。なるほど。俺様の手にかかればもう一度学校に忍び込むことくらいちょろ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 い。あ、そういえばお前庭に、庭っていうか外に追い出されたんだっけ。ちょっと外に放り出したくらいで俺様が入学を諦めると思ったら大間違いなんだぞ。めちゃめちゃ燃えてるなお前、青い炎だけに。どうしてそんなにこの学校に入りたいの？警備員さんこらお前ちょっと俺様の事情を聞いてやろうとかそういうのないんだおー、初めて選択肢が聞いた気がするぜ。人間の風上にも置けない野郎だぞ。おー、人間ってちゃんと分かってんのか。話くらい聞くんだぞ。おお。なじゃあ聞いてあげる。どうしてそんなに学校に入りたいの？警備員さんこらお前一緒かな。人間の話くらい聞かん、はい、分かった分かった。ちょっと選択肢として出てきたからやりたくなっちゃうじゃん。もう一回ぐらい単純な話なんだぞ。ほう、なんだ。俺様が大魔法師になるべくして生を受けた天才だからなんだぞ。おなるほど。いつか黒い馬車が迎えに来るのを俺様はずっとずっと待ってた白馬の王子様的なノリで言うんだね。黒い馬車、あれか、学園に招待されるやつっていう意味だよね。なのに、なのに闇の鏡も見る目がねえんだぞ、うん、だから俺様の方から来てやったってわけだ。なるほど。俺様を入学させないなんてこの世界の損失だってのに人間どもは分かってねえんだぞ。ああ、この世界で人間って言ったら普通に魔法使えるやつも人間なんだね。うつぶて、天井から雨漏りしてやがるんだぞ。また水が降ってきた。俺様のチャームポイントの耳の炎が消えちまう。消えるのか、そんな雨粒ぐらいで。何箇所雨漏りしてるんだろう。バケツを探してこないと。まあそうだな、バケツを探してこようよ。こんな雨漏り魔法でパパーっと直しちまえばいいんだぞ。え、直せんの？ってお前魔法使えねえのか。プープー使えねえやつだぞムカつくこいつあとこいつあれだな、地味になんか後ろなんかリボンなのか、横ストライプの、なんかおしゃれだな。まあイラッとはしないよ。じゃあ手伝ってよ。え、手伝いって？うん、だってお前もここに住むんだろ。嫌なこと。なんだよ。俺様はちょっと雨宿りしてるだけのタモンスターなんだぞ。他人と書いてタモンスター。でもなんかそのなんかあんじゃん、一宿一般の礼節的なさ。スナ缶も出ないのにただ働きするのはごめんなんだぞスナ缶欲しいんだな。うわ、さらに雨漏りが。バケツを見つけてこい。あ、そう、うん、じゃあバケツを見つけてこよう。え、怖っ。ラムシャックルドームホールウェイ。何か出そうな雰囲気。今何か物音がしたような。まあ、どっちも似たようなもんだけど、じゃあ物音。うわ、いる、本当にマジで。わーお。おお、めっちゃ愉快だな。久しぶりのお客様だ。お客様だ。腕が鳴るぜ。腕が鳴るぜ、マジで。めっちゃ愉快なやつらだな。出たー。何を大騒ぎしてんだ。わー、なんかリアクション負けた感がして悔しい。実況とはそうあるべきか。ここに住んでた奴らは俺たちを怖がってみんな出て行っちまった。あ、そうなんだ。でもなんかマシュマロっていうか、なんていうか、なんか雑なお化けだよね。俺たちずっと新しいゴースト仲間を探してたんだ。お前さんどうだい。どうしよっかな。どうだいってどういうこと。ああ、死んでみるってこと。へえ、こ殺される。なんで泣いてんだよお前。戦えよ魔法で。大魔法師グリム様はお化けなんか怖くないんだぞ。お、戦え戦え。
おお、屋敷が燃えちゃう。どこ見てるんだ。こっちだこっちだ。うわ、効かない魔法が。ちくしょう、出たり消えたりするんじゃねえ。当たってないのか。このままじゃ火事になっちゃう。火が出るとき目を閉じちゃってる。あ、これじゃね。うるせえ、俺様に指図するんじゃねえんだぞ。追い払えば学園長を見返せるかも。勝利の暁にはツナ缶プレゼント。まあツナ缶は持ってないから、まあ学園長見返せるかもって抱きつけるか。天才なんだぞ。こんな奴ら一人でも。おう。ちょっと縮尺がよくわかんないんだけどね。グリムと大してそんなに大きさ変わんないのかな。お前だとしたらあんま大きくねえな。だぞ。そうだぞ。お買い得な人手をご用意しております。今ならツナ缶もう一缶プレゼント。もうツナ缶は忘れろや、この主人公。じゃあ俺が手伝ってやるぜ。お化けがどこにいるか俺様に教えるんださ。いいよ、よし、じゃあ任せろ。あ、お、当たったのか。あ、当たった。やったぜ。よし、この調子で全員追い出してやるんだぞ。お、なんだ、ゲームか。そうだ、これゲームだった。俺が今これやってんの、いろいろなリズミックについて。あ、なんかリズムがあるんだ。へえ、すげえ飛ばしちゃったけど。ふふふふな、ふなふなふな。全然当たらないよ、イヒヒ。おい、お前、はい。もっとでかい声で教えやがれ、全然聞こえねえんだぞ。ほうほうほう。内緒話なら俺たちも入れてくれよ。おう。ふなー、来るんじゃねえ。お、かっこいいな、その火の出し方。あ、右と左に分かれてんのか。ドンピシャなリズムがよく分かんねえぞ。トントントン、ん？なんか音ちょっとずれてんのかな。ふな、俺様の炎が当たらねえじゃねえか。え、お前の指示を聞けって。やだこった。え、後ろ。おー、ふぎゃー。おー、ナイスコンビ、ナイスコンビネーション。今のはなかなか良かったんだぞ。そうか、ちょっと涙目だけどな、お前。はい。え、なんで、ちょっとなんかパーフェクトじゃない。はい。タン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 。結構難しいな、なんかドンピシャにやるのって。お、すごい効いてるんだぞ。いい感じ。おい、お前、次はどうするんだ。え、どうすんだ。一気に畳みかけろって分かったぞ。お、もうだんだんなんか仲間意識が芽生えてきたぞ。はっはっは。じゃあお前は俺の飼い猫だな。そのフーってやってる時の顔いいね。お尻浮いちゃってるし。お、クリア。やったぜ、 SS。 ドンピシャじゃなかったけど、あんまり。イエーイ、特例トライアル。よし、これも見よう。なんだろう。Welcome to the Villains World。廊下。はい。ふなぁ。お前、屋敷は燃やすなよな。お、消されちまう。逃げろお、やったぜ。やった。追い出した。やったぜ。おー、まあおだてとくかな。すごかったよ。はい、怖く怖かったんだ。いや、全然怖くなかったんだぞ。グリム様にかかればちょろいんだぞ。お、どうだお化け目、参ったか。こんばんは、優しい私が夕食をお持ちしましたよ。お、マジでやったぜ。で、それは先ほど入学式で暴れたモンスター。お、追い出したはずなのになぜここに。お俺様がお化け退治してやったんだぞ、感謝しろ。ん、どういうことです。
そういえばこの寮にはいたずら好きのゴーストが住み着き、生徒たちが寄りつかなくなってちゃんとモンスターの話聞いてるの？無人寮になっていたのを忘れていました。しかしあなたたち二人で協力してゴーストたちを追い出してしまうとは。まあな。協力とは聞き捨てならねえんだぞ。そうだぞ、俺様の指示のおかげだもんな。そいつはほとんど見てただけだったし。なんだと？俺様はツナ缶が欲しくてやっただけだし。ツナ缶が欲しかったんかい。あ、俺様はまだツナ缶もらってねえぞ。お二人さん、ゴースト退治もう一度見せてもらえます？いいぜ。でもゴーストは全部追い払っちまったんだぞ。そうだぞ。それよりツナ缶。俺もツナ缶が欲しいぞ。ゴースト役は私がします。マジで？私に勝てたらツナ缶を差し上げましょう。私優しいので。おでは変身役をごっくん。おおあ、なんかそのマスクおしゃれ。嫌なんだぞ、めんどくせえし、またこいつと一緒になんて。入学できるチャンスかもしれないよ。お、そうだな、ツナ缶ゲットのチャンスですせ、旦那。まあ入学できるチャンスでいいんじゃない。ツナ缶そこまでこだわんねやな。これで最後なんだぞ。今度こそ絶対絶対ツナ缶よこすんだぞ入学よりツナ缶なのかよお前は学園長の挑戦を受けよう。はい。さあ、ゴーストに変身した私を退治するのです。遠慮なく攻撃してください。大丈夫、怒ったりしません。私優しいので。仕方ねえな、付き合ってやるから、後でちゃんとツナ缶渡すんだぞ。では始めますよ。はい。よし、お前あいつの場所をしっかり俺様に教えるんだぞ。うん、俺の指示がなきゃ何もできないんだなお前よし、はい。あんまり難しさは変わんないな。そうでもなかった。お、左だな、分かったぞ。くらえ。あっちちちち、やりますね。ではもう少し難易度を上げるとしましょう。ほう、これでもイージーだからね。そのうちあれか、ノーマルとかハードとか上がるのか。俺リズムゲームそこまで得意じゃないんだよね。まあ超苦手ってわけでもないけどさ、このなんか パーフェクトをこの、あーん、なんか、うーん、グレートでもいっか、気にしない気にしない。さあ、この数を一度にさばけますか。ぐるっとやれよ、ぐるっと。おお、ふなななななー、やるね。おお、これは驚きました悪い顔してたぞ今はあはあ、全部やっつけたぞ。おい、お前俺様使いが荒いぞ、もっと優しく扱え。やったー、一回だけグッと抜ちった。ああ、 SS じゃねえ、まあいっか。おし、じゃあ次は温情プリンシパル。プリンシパルってなんだろう、まあ、わかんないけど続きを見ていこう。温情プリンシパル、プリンシパルってなんすか。廊下。どうだ。そうだ、どうだ。なんと、まさかモンスターを従わせることができる人がいるなんて。おお、俺のことか。なるほど、要は魔法も使わないのに使い魔を使いこなしてるってことか。実は入学式騒動の時から私の教育者の勘が言っているんですよね。ほう、なんと言っているんですかね。あなたには調教師や猛獣使い的な素質があるのではないかと。ほう、なるほど。しかし、まあ、どう見てもこのか弱さは猛獣使いで猛獣にパックリとやられてしまうすげえブツブツの部分をすげえ聞き耳立てちゃった今グリムも一緒にこの寮に置いてもらうことはできませんか。グリムはこの学校に通いたがってるんです、まあ、この寮に置いてもらうことはできませんかでいいんじゃない。なんですって、モンスターを。まあまあ、ペットとしてさ。お前ペットとしてね。またゴーストが出るとこいし、
まあゴーストが出ると怖いし、お願いしますよ。仕方ありませんね。優しいからな、お前な。いいでしょう。本当か。しかし、お、何、条件があるのか。闇の鏡に選ばれなかった。しかもモンスターの入学を許可するわけにはいきません。ああ、学校ね。君についても元の世界へ戻るまでただ居候をさせるわけにはいかない。毎晩食事を運んでこいよ。なんだ、ぬか喜びだぞ。だよな。まあ話は最後まで聞きなさい。はい。あなたの魂を呼び寄せてしまったことに関しては、うん、闇の鏡を所有する学園にも責任の一端はある。そうだそうだ。とりあえず当面の宿についてはここを無料でご提供します。おう。ですが衣食住については自分で支払っていただかねばなりません。手ぶらのあなたが差し出せるものといったら、そうだ、こうしましょう。そうしましょう。何？ごくり、一体何をさせられるんですか？そんなに身構えなくても、学内整備などの雑用をこなしてもらうだけです。ああ、はあ、じゃあ用務員さんってことだね。あなたは見たところ掃除の腕はなかなかのようです。そうなの？俺掃除の腕なかなかだった。ひとまず二人一組で雑用係はいかがです。まあしょうがねえか。そうすれば特別に学内に滞在することを許可して差し上げます。元の世界に帰るための情報集めや学習のために図書館の利用も許可します。やったぜ、マジで。私優しいので。おー、優しいな。ただし、なんだなんだ、仕事が終わってからですよ。おー、ちゃんとじゃあ給料も出んの？それでじゃあ豪華な暮らしができる？そんなの嫌なんだぞ。え、嫌なの？俺様もあのかっけえ制服着て生徒になりたいんだぞ。不満ならば結構、また外に放り出すだけです。わかった、やればいいんだろ、やれば。よし、じゃあ頑張ろうぜ。仕方ないぜ。よろしい、では二人とも明日からナイトレイブンカレッジの雑用係として励むように。はーい。おかしいな、エリートコースを歩むはずだったのにな、雑用係になっちゃった、いつの間にか。まあしょうがねえ。 To be continued。 はい。というわけでどうやら雑用係として生きていくみたいです。ダウンロードが始まっちゃったんで、これしばらく続きできなさそうだな。というわけでじゃあ今回はこの辺でやめとこうかな。じゃあ次回からタヌキ猫のグリムと一緒に雑用係として頑張っていくんで、続きをお楽しみに。それじゃあまたね、バイバイ。